大皿に盛り付けたアナログチーズ開封した豆乳クリームチーズアナログチーズはチーズに似せた食品で大豆や米、酵母などを原料とした植物性油脂や澱粉、香料から作られる。イミテーションチーズとも呼ばれコピー食品の一種でもある。アナログは英語で類似のの意味である。アナログチーズの特性は種類により異なりチーズ同様オーブンなどで熱すると溶け出すものもあれば 形を保つものやすりおろした時のみ溶け出すものもある。中には、従来のチーズよりも焦げにくくとろけやすい、ピザなどに適した種類のものもある。従来のチーズと比較して、発酵工程を全く必要としないために極めて短期間に大量製造でき、原材料コストも安価であるため、生乳やチーズの価格の高騰に対応する手段として、生産されることが多くなっている。 日本でも2007年に生乳不足のため使用されたことがある。一方でドイツなどではアナログチーズであることを明確に示すことなく売られていることが問題となっている。日本においては父等症例での父等を使用原料とする食品に相当する。風味のために乳タンパクやチーズなど牛乳由来の原材料も用いる場合と全く用いない場合がある。全く用いない場合には 菜食主義者の中でも乳製品も摂取しない、純菜食主義者や牛乳の成分である乳糖やカゼインを含まない。ことから乳糖不対象やカゼインアレルギーを持つ人向けの食品として使用できる。栄養的には脂肪分は低脂肪のチーズとほぼ同じだが、コレステロールを含まない。また大豆が原料のアナログチーズの場合、大豆タンパクやイソフラボンを豊富に含む。 さらにカルシウムが添加されているものも多い。ありがとうございます。